待ちください。ただいま戻りました。おお、帰ったか。ご苦労さん。連続で悪いんだが、臨時パトロールに行ってもらえるか。結構な数のまがいものを退治してるけど、悪化する一方なのよね。被害者のニュースは減ってない、むしろ増加傾向。やっぱ俺たちだけじゃやれることは限界あんのかな。だからといって警察に助けを求めるわけにもいかないよ。だよな。真っ先に参考人としてこいつが連れて行かれちまうもんな。真のヒーローってやつは国家権力には頼らねえのがセオリーだ。地道にコツコツやれることをやっていこうぜ。で、臨時パトロールの編成はどうしよっか。ああ、そうか。まあ、手分けするのもいいかもな。じゃあ、僕たちはジャンク通りを見回るよ。お前はラジオ会館の方を頼む。気をつけて行ってきてくださいね。あらまた会ったわね。これも起源ってやつかしら。暇じゃないわよ。今だって激務の隙を見て抜け出してきてるのよ。それはともかく、例のアプリは使ってくれてる？そう、役立ててくれて幸いだわ。刺激的な研究材料のおかげで久しぶりに充実した毎日が過ごせてるわ。まがいものはどこから来たのか、何のために人間の生命力を吸っているのか、どうして太陽に弱いのか、強靭な筋力はどうやって形成されているのか、まがいものになるための条件は、もう調べることが多すぎて若返る感じだわ。あら、あのワゴンセールの前にいる一団、妙に厚着ね。まがいものアプリチェック。はい、ビンゴ。なんだてめえらは。大丈夫、私も微力ながら力になるわ。私見た目と違って強いのよ。護身術は淑女のたしなみってやつ。てめえらはまがいもの狩りの。俺たちの理念も共有できない落ちこぼれの分際で。お前らを倒した時の報酬は S レア確定だから、ストップリの限定リペイントフィギュアのために死ねえ。行くわよ。Yeah!
丈夫？怪我はないかしら？私はちょっと服が汚れちゃった。クリーニングに出さなきゃ。でもでも、あいつら面白いこと言ってたわね。組織があなたたちに懸賞金を出してるみたいね。あの様子だと報酬目当てに敵がいっぱい来るかもね。このことは秋葉自警団にも伝えた方がいいわよ。じゃあまた会いましょう。面白くなってきたわ。おい。はーい。ああ。ああ。はい。